2024年4月、最新の鳥類の系統樹が学術誌に掲載されました。野鳥好きにとっては待ちに待った中間報告と言ってもいいでしょう。内容については実に目を見張るものがあり、この成果に貢献したチームメンバーは相当苦労されたに違いありません。ありがたいですね。この動画ではアップデートされた分類をオーダーレベルで確認していきます。10年前からの変更点や解析結果の意義などはもちろんお伝えしますが、いつものように鳥たちの映像もお楽しみくださいね。解説では聞いたことない言葉がいくつも出てくるかもしれません。知っておくと鳥類の理解や観察スキルがめきめき上達する、そう思う用語はむしろ積極的に使っていきます。いえいえ、決して格好をつけたいわけじゃありません。そうですね、例えばあなたの友人のお子さんがとても愛らしいのでそれを伝えたいと思ったとします。まつげが濃くて可愛いね。そう言うとお友達はきっと喜んでくれるはず。でももしまつげという単語を知らなかったら、目の周りにいっぱい毛が生えてて可愛いね。これまで培った友情に亀裂が入ったかもしれません。そういう誤解を生まないためにも、よく使われる専門用語は躊躇なく使います。もう一つだけ断っておくべき点があります。ラテン語と英語で構成された文章を日本語にするのは厳しい場合があり、変な発音のカタカナ語がお耳に入るかもしれません。どうかお察しいただき、この際それも楽しんじゃってください。 Japanese Familiar Wild Birds。 ノージュンです。本編に入る前に基礎的なことを3つだけ確認しておきましょう。なんだか難しそうと思いましたか？大丈夫、力を合わせて最新情報の確認に臨みましょう。 In accordance with social rules and YouTube's guidelines, this video does not quote or reproduce content from papers directly. Instead, it accesses publicly available information, and viewers are encouraged to verify these details independently.Please ensure to review this information personally, as it is crucial to confirm its accuracy and reliability for your understanding. Google 検索でチクシュルーブと入れて検索すると、画面が揺れてびっくりします。Google がそんなイースターエッグを仕掛けたくなるほど特別ということですね。今回の研究成果の一つは、種分化のタイミングの精度が大幅に向上したこと。丸と棒で構成されるツリー状の簡略図において、丸のことをノードと呼びます。系統樹においても同じ、分化した点を表す節目の丸をやはりノードと呼ぶことが多いです。つまり鳥類の系統樹における濃度の位置がかなり正確になってきた、そういうことです。注目すべきは、原生鳥類が多様化したのは築
シュルーブ衝突と呼ばれるイベント後である。それを明確にしたということでしょう。チクシュルーブ衝突という言葉は長いですし、品質用語でもある KPG 協会という表現を使って進めますね。あと、単に恐竜という場合、非鳥類型恐竜のことだと思ってください。情報を集めきれてない部分もあると思うので、これからお話しすることに誤りや補足すべき点があればコメントでご教授ください。恐竜が絶滅した主な理由として放卵期間の長さが挙げられてます。これは絶滅イベント後の厳しい環境下では繁殖サイクルが短い方が有利なためです。 KPG 境界前後で鳥類も恐竜も同じように壊滅的な打撃を被りました。全ての動植物が同じスタート地点に立ったイメージでしょうか。何ヶ月も放卵する恐竜は回復に遅れをとってしまったと考えられるわけです。もちろん恐竜の支配領域を奪っていったのは鳥類だけではなく、一気に勢力図は塗り替えられ、ついに恐竜は絶滅してしまったんでしょう。人類の歴史を見ると、絶滅というものは驚くほど短期間で起こってしまってますからね。恐竜も案外簡単に姿を消したのかもしれません。さて、大きな動物ほど有利だったはずが、小さな動物ほど有利になった気がしませんか。原生鳥類を見ても大型種より小型種の方が繁栄してますよね。大型の動物は人間が滅ぼすから繁栄しないんじゃないの。まあ狩猟仮説もありますが、人間によるバイアスを考えるとキリがないので、今回の舞台には登場させないことにしましょう。フラクタルという言葉、ご存知でしょうか。フラクタル構造とかフラクタル図形なら聞いたことがあるという方もおられるでしょう。また私のパソコンケースもそうですが、スウェーデンのメーカー名も有名です。ここで1967年に発表されたユニークな論文を紹介します。複雑な形を持つ海岸線の長さを測るとき、測定に使う定規が短くなるほど海岸線は長くなるというもの。この位置からならはっきり見える小さな湾は、もっともっと離れて見た場合には見えなくなりますよね。大きな定規で測る際は無視されることになるでしょう。同様にこの岩山ではどうでしょうか。岩山の中に岩山があり、相似の岩山で構成され、これでは山の大きささえ判然としません。スケールを変えてもその形の特徴が変わらないことをスケール普遍性と呼びます。スケール普遍性を持つのがフラクタルオブジェクトの特徴です。一部を切り取った場合、目安になるものがなければ大きさがわからないんですね。野鳥の写真を撮るときも気をつけないといけないポイントです。大きさで判断すればすぐに見分けられる類似種もいますから。話を戻しましょう。小さな鳥たちに
多様性を爆発させることができた理由はスケールの違いによるもの、そう考えることもできませんか？はあ、自然界には多くのフラクタル構造があり、それらの構造が多様な生態ニッチや隠れ家を提供してます。小さな生き物は小さな隙間に入り込み、小さな世界で生き残った、そういったことを想像させてくれる研究結果なんです。あくまで今回の研究報告を見る限りですが、 KPG 協会から約6600万年かけ、鳥類は小型の鳥を中心にわずか数種から1万種にまで多様化した可能性が高い、そういうことです。濃度の位置を精度よく推定したこと以外のポイントについては関連した系統のところでお話ししますね。ここからは括弧撃破といきたいんですが、説明にあたってある程度の知識をお持ちの方へ注意点があります。当該プロジェクトとこのチャンネルでは採用しているチェックリストが異なるようです。したがって一部論文とは異なる点があります。また単系統か側系統かの議論を避けるため、単系統群を意味するクレードという言葉はあえて使いません。大事をとってグループと呼ぶことにしました。まずは5グループ通覧しましょう。最も古い、すなわち最初に分岐したと考えられているのがグループ1の小顎類です。早鳥類とも呼ばれます。含まれるオーダーはダチョウ、レア、キウイ、エミュー、シギダチョウ。残りの11グループはすべて新顎類です。小顎類と新顎類は姉妹グループという位置づけになります。早速新顎類を見ていきましょう。まずはキジカモ類、キジ目、そしてカモ目が属してます。身近な鳥たちですね。それから小顎類とキジカモ類を除く10のグループをまとめてネオアベスと呼びます。ネオは新しい、アベスは鳥類、映画マトリックスの主人公の名前もネオですね。ここまではいいですか？このネオアベス、後でまた登場しますから覚えておいてくださいね。グループ3にはカイツブリ目、フラミンゴ目、この2つが分類されてます。カイツブリはカモに近いと思ってた方多いんじゃないかな。カイツブリとフラミンゴ、両者の共通点、水が好きってことぐらいしか思いつきませんよね。足の長さも植生も全然違います。でも実は解剖学的類似点をいくつも持っているんですよ。はあ、まあその話はまたの機会にしますね。
グループ4に進みましょう。ハト、サケイ、クイナモドキ。サケイについては以前クリムネサケイのお話をしたことがあります。特殊な生態を持っているので、ご存じない方はチェックしてみてください。グループ5はカッコのがエボシドリ。このグループもカイツブリとフラミンゴのように似ても似つかない3種です。容姿に関しては比較的大きい鳥だという共通点くらいしか思い当たりません。ゲノム解析では多くの共通点が確認されてるわけですから、著しい形態の違いは全く異なる環境に適応した結果ということですね。5グループアクセル全開で飛ばしてきましたが、急ブレーキをかける時がやってきました。グループ6は爪化け。爪については市議地の動画のケリのところでお話ししたので、記憶に新しいという方もいらっしゃるでしょう。ケリの爪は小さくて確認しづらいですが、翼の爪が特徴的である場合、爪はなんとかという名前がついてたりします。グループ6はなんと爪化け目、爪化け科、爪化け族の爪化けのみ1種類だけ系統樹の中のエニグマということのようです。なんだか白亜紀から現代に飛んできたような鳥じゃないですか。爪化けの学名はオピストコモフォルメス。これは後方の髪を意味し、特徴的な冠のことを指しているんでしょう。この鳥、日本人には全く馴染みのない鳥ですが、実に面白い鳥なのでこの木に紹介しちゃいます。目を凝らして爪を探しているそこのあなた、爪化けの爪は成長とともになくなり、成長にはありません。映像は用意できませんが、ヒナの指には見事なかぎ爪があり、木登りができるようです。鳥とは思えない縦横無尽な樹上生活を可能にしてます。爪化けは樹上で生きることに特化した鳥なんです。想像以上の特化型です。この鳥なんと草食。果実や新芽をついばむ鳥はいますが、完全に葉っぱを食べて生きている鳥は爪化けだけ。びっくりですよね。これは特殊な消化器官を持ってることを意味します。葉を消化することは容易ではありません。爪化けは反芻動物のように微生物を利用した発酵システムを発達させ、特別な進化を遂げた、そういう鳥なんです。草食の鳥という唯一無二の地位を獲得した代償は主に2つ。消化システムが大掛かりなので飛ぶのが苦手になっちゃいました。そして息が爽やかではなくなったようです。12グループのうち6グループつまり半分見てきました。続きを確認していきましょう。
グループ7に含まれるオーダーは、千鳥目、鶴目、この2つです。そしてグループ8は、で、シギチをさっさと終わらせるのは私らしくないですか？ご心配なく、ちゃんと企んでます。後でご期待の大福餅をお出ししますので、このまま進めてください。次は8つ目のグループです。このグループはストリソーレスと呼ばれますが、示された系統樹においてこのグループのみ含まれるオーダーが示されていません。 IOC の分類ではアマツバメ目とヨタカ目が属します。初耳だという方もいらっしゃるかもしれませんが、新しい用語ではなく19世紀半ばから使用されてはいます。ストリソーレスは主に夜行性で昆虫を主食とする鳥類を包括し、ヨタカ類とも呼ばれてきました。21世紀になってからはアマツバメ目が加わり、ヨタカ類と呼びにくくなったんですよね。ここは議論の余地が大いにあるので、推察するにアマツバメやハチドリのような夜行性で昆虫食の鳥とは言えない鳥種が含まれるのは、アマツバメ目の鳥たちの祖先は夜行性であり、爆発的に多様化した際中高生に転換したことを示唆してるんじゃないかなと。このグループには比較的詳細な化石記録が残ってますから、分子解析に加え様々な方向から謎が解けていくことになると思います。期待しましょう。グループ9は熱帯鳥、それとジャノメドリ。熱帯鳥はチャンネル初登場だけど、今回はスルーしますね。グループ10にはコアな水鳥が含まれます。ペリカン、カツオドリ、コウノトリ、ミズナギドリ、ペンギン、アビ。メンバー的に納得のいくグループではありますね。そしてグループ11はアフロアベス。このグループ名はアフリカ起源の鳥類を意味します。とはいえ知ってる鳥も多く含まれるグループで、キツツキ、カワセミ、サイチョウ、キヌバネドリ、オオブッポウソウ、ネズミドリ、フクロウ、タカと、実に8つのオーダーが属してます。最後のグループに行きましょう。早い段階で多様化したストリソーレスとは対照的に、地質学的スケールで見るとごく最近に多様化したオーストラルアベス。構成員はスズメ、オウム、ハヤブサ、ノガンモドキと、オーダーの数は4つですが、実に多くの種類が含まれてます。スズメ目だけでも1万種のうちの半分以上が含まれてるんですから、フラクタル世界の隅々に入り込むことに成功した、そういうことですね。南半球起源の終末陸上鳥類とでも呼べばいいのかな。オーストラルアベス
恐るべしです。ネオアベスにはこれまで3本の主要な枝があることが示されてきましたが、一方で孤児を意味するオルファンと呼ばれるクレードも存在してました。歓迎すべき研究成果の一つは、シギチを含む新たな枝が提案されたこと。これでシギチたちはチューブラリンではなくなりました。桃組にも桜組にも梅組にも入れず、その他扱いだったわけですから、実にめでたいですね。先に既存の主要三種を一つずつ簡単に確認しておきましょうか。まずはミランドルニテス。これは基質のカイツブリとフラミンゴで構成されるグループ、そのまんまですね。2本目の枝はコルンバベス。鳩を意味するラテン語が語源ですね。コルンバベスにはネオアベスの12グループのうちグループ4と5が含まれてます。鳩やカッコウなどですね。そして3本目がテルラベス。この名称は地球上の鳥たちといった意味合いですかね。新陸鳥類とか呼ばれてるグループです。テルラベスはグループ11と12で構成されてます。小型の樹上性の鳥はほとんどがこのグループですね。一方でタカやフクロウといった最強部類の猛禽たちもテルラベスというのは驚きです。更新された系統樹に加わった新しい枝はエレメンタベスと名付けられました。エレメントは元素を意味します。なぜそう名付けられたか、その理由を探るためにはやっぱりメンバーをチェックしないとですよね。3本の枝は確認済みなので残りということになりますが、あまりピンとこないかもしれませんから具体的に見てみましょうか。エレメンタベスはネオアベス12グループの6から10にあたります。どんなメンツかはこの際映像で確認しちゃいましょうか。ここまで開き直った発音の学名を聞かされてきて、そろそろうんざりしている方もいるでしょうからね。どうですか？癖の強いメンバーだと思いますよね。水中特化のペンギンや空中特化のアマツバメ、みんな大好き。シギチやサギもいます。これらの鳥が同じグループだなんて、容姿や生態を知ってるだけでは気づかないでしょ。
でも共通点があるかもしれないという目で見れば、今までとは違う何かが見えてくるかもしれません。エレメンタベスにどういう鳥がいるのかをざっと確認したところで、エレメントの意味を考えてみましょうか。水、空気、大地、そんな要素を持つ生態学的ニッチが見えてきますね。それだけではありません。例えばジャノメドリの英名はサンビターンで、翼のオレンジ色の模様は夕日に見立てられてます。結局エレメンタベスは著しい多様性に着目した命名になってますね。以上で新しい系統樹を俯瞰することができたんじゃないかと思います。ネイチャー誌に掲載された論文のタイトルはファミリーレベルとなってます。この動画ではオーダーまで、ファミリーまでは踏み込みませんでした。それでも結構ややこしかったんじゃないかと思いますが、いかがでしたか？これまで述べてきたこと以外にも、論文内容については種による形態計測値の違いに意味を持たせたとの評価があるようです。つまりくちばしや足の長さの分布にはちゃんと意味があるということですね。野鳥観察者としてはそこんところしっかりチェックしないといけない。改めてそう思います。今後査読によって内容に多少の変更が出てくるかもしれません。したがってこの動画は全世界に速報、鳥類の新たな系統樹の概要が明らかにてな感じですかね。野鳥を理解し信じ高名な鳥見人とならん。I hope you'll join me in experiencing the joys of understanding birds.